勝ったのかっていうなんかまだ自分がなんだろう勝ったっていうじ実感がまだないかなっていうのが今の心境ですね。え最後の最後までこう投げ続けたと思うんですけれども、その原動力って何だったんでしょうか。なんだろう原動力というか、まあ、これが俺だぞっていう姿をファンの皆に見てもらいたくて。 でまあ、4月、情けない結果に終わっちゃってたし、なんだろうこ、うこれが武田浩二だっていうのを、ファンのみんなに見せたいのもあったし、あとはやっぱこう自分に負けないっていうのを、自分に試合前ずっと言い聞かせてたんで、まあ、それが試合に出たんじゃないかなと思いました1ラウンド目は、あの途中、僕、膝もらってるんですけど、あの時に膝がめちゃくちゃクリーンヒットで入って、でちょっとこうなんだろう、息ができねえみたいな。本当はこう打撃から あの組みついて、またプッシングしてとかいろいろ作戦があったんですけどそれをやりたかったんですけど1ラウンド目に膝もらってそこで行ける勇気がなくてでも2ラウンド目からちょっとこう組みつく展開になってからぐらいかなそんくらいからななんんかこううだろう全部出し切れたみたいな1ラウンド目はだからこううなんだろう行くに行けなかった状況で2ラウンド目、3ラウンド目は行けたって感じですね。